フランク・ビッセル・キレンは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。ニックネームは、レフティ19世紀末にメジャーリーグのピッツバーグパイレーツで2度の最多勝利投手となった。1891年、シーズン途中からアメリカンアソシエーションに加わった、ミルウォーキーブルワーズで11試合に登板。 7勝4敗の成績を残す。同年リーグが解散したのに伴いワシントンセネタースの主力投手となり、60試合で29勝26敗の成績を上げた。1893年にワシントンとピッツバーグの間のトレードでパイレーツに移籍したキレンは、同年投手本塁間の距離が60フィート6インチとなるルール改定があったものの、36勝14敗の 好成績を上げ、ナショナルリーグの最多勝利投手となる。1895年に防御率5点台など調子を一時、崩したが、1896年に再び30勝を達成、この年2度目の最多勝利投手となった。しかし2年後の1898年シーズン途中に、ピッツバーグから放出された後は、ボストンやシカゴなどの球団を渡り歩き、 1900年のシーズンを最後にメジャーから退いた。1939年にピッツバーグにて死去。数字の後のは記録不明箇所があることを示す。ありがとうございます。